どうも、皆さんこんばんは。土の子ブラザーズのペペロンです。本日もマインクラフトやっていきましょう。ということで、今回はドリップリーフの半自動回収機を作っていきたいと思います。めちゃめちゃ簡単に作れますので、ぜひ皆さん最後まで見ていって作ってみてください。チャンネル登録がお済みでない方は、ぜひチャンネル登録もしていってください。というわけで、早速やっていきましょう。レッツゴー。というわけで、今回用意するものがこちらです。ドリップリーフが1個以上、粘着ピストンが1個、建築ブロックが4個、オブザーバーが1個、ディスペンサーが1個、ヘッドストーンダストが2個、チェストが1個、ホッパーが1個、レバーが1個、あとは大量の骨粉を用意してください。ではまず建築ブロックを置きます。その上に粘着ピストンを置きます。横にディスペンサーを置きます。ディスペンサーの上にオブザーバーを置きます。建築ブロックを置き、2個レッドストーンダストを設置します。これでほぼ完成です。横に建築ブロックを置いて壁を作りましょう。ドリップリーフを植えて、オブザーバーにレバーをつけます。一度オンにします。ディスペンサーにホッパーとチェストをつけましょう。そしてこの中に骨粉を大量に入れていきます。そしたらレバーを上げて、粘着ピストンがドリップリーフを壊してくれるので、あとはドリップリーフを植えるだけです。ある程度やったらレバーを下げて、周りに飛び散っているので回収していきましょう。というわけで、今回はドリップリーフの半自動回収機を作ってみました。いかがだったでしょうか？ドリップリーフはうまく使えば装飾でもかなり映えますし、アスレチックを作る際にも使えたりしますよね。1分くらいで作れると思うので、皆さんもぜひ作ってみてください。というわけで、この動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。この他にもマイクラの動画いっぱい上げてますので、よかったら見てください。ではでは、ここまでのお相手は、土の子ブラザーズのペペロンでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。